死デモは、四角形の袋状の網の上に、餌で魚などをおびき寄せ、網の上に集めて引き上げる漁具である。敷網の一種である。もっとも、タムモウのように、そのまま水中に突っ込んですくい上げることもできる。網の底面は、正方形で、大抵は小型のものである。蓋のない箱の側面の一つを取り去った、ゴミ取りのような形状をしている。網の底面は、正方形であり、 各辺は、肩幅より、多少広い程度で、縦辺の高さは、手のひらほどである。各、縦辺には、腕の長さくらいの細長い縦辺が取り付けられており、それらを古上に曲げ、十字に交差させて、プラスチック製のパイプなどで固定されている。あるいは別の形として、四角い袋状の四隅に細長い竹辺、または木辺を取り付け、それらを古上に曲げ、 十字に交差させて固定されているものもある。水中から引き上げるための紐が付けられている。主に水深の浅い場所で用いられ、石などを重りとして沈め、鯉、船、うなぎ、エビやザ魚などを捕獲する。江戸時代、津倉島の漁師は、シデモーでもうで白魚を取った。紀元前の中国の書物、創始に魚を捕らえる道具、として記述がある。騎士等に設置された四、手編みを、 観光漁業として用いる例もある。現在でも岡山県の小島湾沿岸や鳥取県の東郷湖などで行われている。ありがとうございます。